イタリアのミラノにサンタマリア・デレグラチエ教会というところがあって、そこの壁に書いてある壁画なんですね。この後キリストが貼り付けになって、右側に6人左側に6人いるんですけれども、これ全部キリストの弟子で、12人の弟子がキリストを囲んで食事をしているんですけども、でここでキリストがある告白をするんですね。この中の自分の弟子の中の一人が私を裏切った、そのために私は告発されて明日十字架に貼り付けになるという告白をした瞬間、みんながってびっくりしている、その場面を描いている絵なんですね。キリストの生涯の中で最も重要な瞬間のドラマということで、そういう人々のドラマチックな動きですね、それを表しているわけですね。